BC プレースはカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーにあるドーム型屋内競技場。1983年完成。BC とはバンクーバーを含むブリティッシュコロンビア州の略称である。内外の気圧差によって屋根を支持する空気膜構造による建築物であり、同方式では世界最大。同方式を採用し、BC プレースの5年後に竣工した。 日本の東京ドームが類似した外観を持つ。バンクーバー国際交通博覧会と連動して、ウォーターフロントの再開発が行われ、BC プレーススタジアムは同博覧会メイン会場の中心部に接する位置に建設された。カナディアンフットボールリーグ BC ライオンズの本拠地で、フットボール以外にもコンサート、日本誌などに利用されている。2007年1月5日、 ドーム屋根の一部が破損し、陥没する事故が起こった。2010年開催のバンクーバーオリンピックでは、開会式と閉会式の会場として使用され、バンクーバーパラリンピックでは、開会式会場として使用された。2015年にカナダで開催された FIFA 女子ワールドカップでは、決勝などが開催された。2015年から2016年シーズンから、 ワールドラグビーセブンズシリーズの会場としても使われることになっている。バンクーバーのウォーターフロント地区と BC プレイス改装後の BC プレイス内装2008年5月に観客席及びトイレと店舗の改装、テフロン屋根を開閉式に変更するなど1億5000万ドルの改築計画を発表した。計画は2期に分かれており、座席、トイレ、店舗、 VIP スイート改装は2010年のバンクーバーオリンピック前に行う。開閉式屋根は五輪後の2011年に行い、五輪前には屋根の修理を行う。新しい開閉式屋根は建築家も同じドイツフランクフルトのコメルツバンクアレーナと似た設計になる。2009年1月にはブリティッシュコロンビア州政府が2億ドルの 深海平式屋根乾燥を含む3億6500万ドルの事業計画を認可した。メジャーリーグサッカーのバンクーバーへの拡張チームは、チーム開業の2011年から5年間 BC プレイスを使用する計画に署名した。このチームは、BC プレイスは、新しいスタジアムである計画中のホワイトキャップス、ウォーターフロントスタジアムが完成するまでの臨時ホーム、 スタジアムとして使用する予定である。2015FIFA 女子ワールドカップに備えて最新の人工芝に張り替えられた。これにより男女を通じて W 杯では初めて人工芝のピッチが使用されることになった。BC プレイス,スタジアムテンシルメンブレンストラクチャーズサンプルアプリケーション MAKMAX.com2013 年1月24日閲覧 バンクーバー2ホスト2015ウィメンズワールドカップゴールドメダルゲーム CBC2013 年3月21日閲覧 b c プレイススタジアム2ゲットリトラクティブルルーフ TSN32008 年5月16日ビジョン2 0 1 1 b c プレイス2008年9月4日キャップスラブザットサウンド BC プレイス2008年10月25日男女通じ W 配発 人工芝グラウンド、公開読売新聞オンライン2015年6月4日。ありがとうございます。